おはようございます。2022年1月8日土曜日の早朝、大分駅です。で、今日から3連休なんですけどね、青春18切符が2日分余ってるんですよ。で、使用期限が1月の10日までなんで、この3連休で使い切らないといけないっていうことで、今から宮崎の方に宮崎飯を食べ尽くす旅に行ってみたいと思います。今回青春18切符を使っていくっていうことなんですけど、実はですね、大分県と宮崎県の県境をまたぐ鈍行っていうのが1日2本しかないんですよね。で、スマホで検索するわけですよ。大分駅始発で宮崎行き鈍行、これ検索するとなんと当日に着かないっていう、まあ、そういう状況が起こってます。ですので、今回一部の区間だけは特急を利用せざるを得ないというような形になってます。この3連休天気はいいみたいなんでね、どんな旅になるのか、どんな美味しいものを食べれるのか、非常に楽しみです。それでは行ってみましょう。最初に乗るのはこれですね。7時発特急日輪1号宮崎空港行きです。さあ、日輪到着しましたんで行きましょう。まだ朝一なんで人は少ないですよね。というか誰もいない。青春18切符を有効に使うために延岡まで行こうと思います。そっから先は鈍行です。延岡駅到着しました。ここで鈍行に乗り換えます。ちょっと時間あるんで一回駅の外に出てみます。すいません、置いておきます。はい。駅舎はすごい立派な駅舎ですね。ちょっと曇ってきたかな。雨は降らんと思うけど、これ待合室使ってもいいんかな。すごい、本読みながら待ち合わせできるのはいいっすね。すいません、これ通ります。どうぞ。看板乗り場。これか。これっぽいな。これが宮崎行きになるんだろうと思います。宮崎空港行きに表示が変わりましたね。じゃあ乗りましょう。
さあ、日向住吉着いたんで、最初の宮崎飯食べに行きましょう。最初の宮崎飯は釜揚げうどんです。はい、ありがとうございます。こっから10分ぐらい歩いたところにあるみたいですね。さっきちょっと調べたんですけど、宮崎っていう場所は四国から移り住んできた人っていうのが結構いるみたいで、でそれと一緒に四国のうどん文化っていうのが宮崎に入ってきたっていうことらしいですね。あ、見えてきました、釜揚げうどん石見住吉店。もうオープンしてるはずなんですけど、車も結構止まってますね。よし、早速行ってみましょう。営業中。1150円、ちょうどね。はい、ちょうどいただきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。さらっと食えたな。すごい続々とお客さんが入ってきてる。あっという間に食べ終わったんで、電車の時間まであと1時間ぐらいある。うどんのコシはありすぎずなさすぎずっていう、ちょうどええ感じでしたね。さらっと食べられる感じ で、やっぱりつゆに揚げ玉というか天かすというか、あれが入ってるのが特徴じゃないですかね。美味しかったですよ。めっちゃうなぎのいい匂いするんですけど、うなぎ食べるわけにもいかんしな。今から宮崎で次行くんでね、うなぎの山口、これか。ちょっと時間を持て余してるんで、この辺散策してみます。シーガイアに歩いていけるかなと思ったけど、ちょっと小1時間かかりそうなんで無理なんで、どうかこの辺で面白いところがあれば。海でも見れるかなと思って歩いてきたんですけど、ちょっとまだだいぶありそうですね。ちょっとこのままだと電車に間に合わないかもしれないんで、この辺で引き返すか。いずれにしてもね、時間が中途半端に空いてるんですよ。もっと空いてればね、シーガイアまで歩いていくとかね、いろいろできたんですけど、微妙な時間なんで、やることがないですよね。まあちょっと帰って駅で待ちましょう。日向住吉の駅に戻ってきたんですけど、駅の待合のベンチを女子高生に占領されてて、ちょっと座るとこがないですね。しかもなんかちょっと雨がパラついてきましたよ。これは予想外。どうするかな。通りますね。やることもないんで、とりあえずホームに行こう。あと20分ぐらいかな。暇や。高校生ばっかり。
あ、こっちも行ける。やっと来た。12時44分、宮崎に到着しました。はい、ありがとうございます。あ、いいです。あ、ごめんなさい。ひもかきらめき市場な。見よっか。あ、ごちそうさまでした。カツオのたたきめっちゃうまかった。じゃあ南宮崎に移動します。38分くらいか。これやな。宮崎から一駅ですね。南宮崎駅に来ました。
次の店に行ってみましょう。進行方向向かって右側やったな。あ、すいません、いいですか。こっちかな。なんか南宮崎に有名なカレー屋さんがあるっていうことなんで、そこにちょっと行ってみたいと思います。まあカレー一杯ぐらいはまだ食えるでしょう。多分ね、この宮古シティの中やと思うんですよ。お、当たった。2階3階。あったあった。ちょっと混んでるか。ガンジスカレー行ってみるか。辛さはそれほどでもなかったけど、うまかったですね。らっきょうと福神漬けがたっぷりついてきました。さあ、そしたら宮崎駅に戻って次の行動やな。